ました。それあさあ、あのこの間の毛利に引き続きまして、フリースタイラーは障害物が使えないんじゃないか説っていうのがねあると思うんで、あの今日たまたまねここの公園にレールが置いてあって使わせてもらえるみたいなんで、ちょっとこいつを使ってね、まあね、まあ低いっすけど、うん、低いけどちょっとならね、うん、ちょっと練習してフリースタイルならね、うん、できるかなって感じで、普通のフリースタイル練習した後にちょっとレールのねチャレンジしていきたいと思います。はい、フリップが調子いいんでやっていいですか。うまいやちょっとはい
ストリートスケーターっぽいですね、今の。ちょっとね、いい感じじゃない。いい感じ。今ね、あのジャカルタに住んでるパパスケートボード仲間だった内藤さんがね、あの新型をね作ってくれました。はい、それがこちらでございます。あのごめんなさい内藤さん、あのサイズがちっこすぎた。ただか僕がカフルトでこれ見て、ちょっとちっちゃい。ちょっとあのいつもと違うことやったからグラフィックがこんなことになってしまいました。あ、パルツが色がおかしいんだよ。え、色がな、まあしょうがない。白の T シャツとか方がいいんじゃない。そうそう、白 T 持ってこようと思ったのになかったんだよね。そうなんだ。